1803年に出版された書籍に掲載された肖像画、ジョゼフ・ニコラ・ドリルはフランスの天文学者。パリに歴史家、地理学者のクロード・ドリルの11人の子供の一人として生まれた。兄に地図制作者の業務ドリルがいる。はじめ古典を学ぶが天文学に転じた。J. ライオ・トードやジャック・カッシーニの指導を受けた。1715年。 フランス科学アカデミーに迎えられた。1721年、ロシアのピョートル大帝に招かれて、天文学者養成の学校の建設を任された。これによって1747年に、パリに戻る頃には、かなり裕福で有名になっており、フランスの王立天文館に任じられるとともに、クルニーに、施設天文台を建設できるまでになった。 クルニーの天文台に助手として採用したシャルルメシエが、後に天文館の職を継ぐことになる。1768年、ドリルはパリで没した。ロシア滞在中の1732年に水銀温度計を作り、水の沸点を0度とし、低温ほど数値が大きくなる温度メモリを作った。これは今日ドリルドとして知られている。 虹が雲の中の水滴による日光の反射によることを示唆し、水星や金星を使った天文単位の測定法について提案した。1724年には、王立協会フェローに選出された月のクレーター、小惑星ドリルに命名されている。ヨゼフ、ニコラス・デリスル・フレンチアストロノマー・エンサイクロペディア、ブリタニカ・ハット、 デリスルイコール 1948PV イコール 1970NHE イコール 1981ND イコール 1982VZ12 イコール 1992OV1MPC2021 年9月5日閲覧ありがとうございます